美乐山居主播 g r o u 我哋欢迎大家跟听猫一起练日文。今日咧，我哋要睇嘅新闻咧，又系关于呢一个嘅日本入境嘅政策事咧。咁因为大家都知道啦，日本就开翻关啦，俾一啲新规入国嘅外国人去入境日本啦。咁啊，啱啱今个月开始，即系可能三月一号咧，就叫做比较多人开始可以申请 visa 啦，就入去嘅。咁咧，我哋就睇下相关嘅新闻系点讲咧。 3月1日から外国人が新しく日本に入れるようになった。新型コロナウイルスの問題で政府は外国から日本に入る人を1日3500人までにしていました。3月1日からは1日5000人までに増やしました。観光で来る人以外は 外国人も新しく日本に来ることができます。外国人が来る学校や会社などは2月25日からビザを取るために必要な申請をインターネットでしています。東京の荒川区にある日本語学校では 731人の留学生が日本に入ることができていません。2年ぐらい待っている人もいます。留学生たちはインターネットで授業を受けています。日本の時間で授業があるため、夜遅い時間に受けている人もいます。6ヶ月待っている中国人の留学生は、 一人で家にいると勉強する気持ちがなくなってしまうので、早く日本に行きたいですと話していました。はい、3月1日から外国人が新しく日本に入れるようになった。で3月1日に日本に入れるようになった。 新型コロナウイルスの問題で、政府は外国から日本に入る人を一日3,500人までにしていました。因为呢3月1日からは一日5,000人までに増やしました。 從3月1日開始就增加1日5000人。観光で来る人以外は外国人も新しく日本に来ることができます。除了官光目的以外の外国人士呢、亦都可以重新入境日本。外国人が来る学校や会社などは2月25日から

731人の留学生が日本に入ることができていません在个東京芳村区の日本語学校731名留学生は無法進入日本 2>, 2年ぐ待っている人もいます有学生呢等入境日本は2年となり留学生たちはインターネットで授業を受けています 留學生咧係透過線上呢個 online 咧嘅教學學習呢一個嘅日文學習呢個課堂嘅。夜間の時間で授業があるため、夜遅い時間に受けている人もいます。或者咧喺日配合日本時間上堂啦，亦都有學生咧喺當地好深夜嘅時候咧接受呢個課程上堂嘅，因為有啲時差咁樣嘅因素啦。 6ヶ月待っている中国人の留学生は、一人で家にいると勉強する気持ちがなくなってしまうので、早く日本に行きたいですと話していました。等6个月嘅中学中国留学生表示一個人企上堂嘅感覺が就唔係幾好それ所以く日本に早啲去日本嘅。 跟住就講咗，印述翻佢講咗呢句嘢啦。To have that you must t h a 咁以上就我哋今日要睇嘅新聞啦。唔知呢度呢有冇人都係等緊去日本好耐嘅呢？只可能你係留學生啦，或者一啲特殊技能啦，或者係經營管理簽證嘅朋友呢。咁我歡迎下邊留言話俾我哋聽咧，你等咗幾耐呢？同埋你呢兩年係點樣過啦？因為我知道好多要去日本嘅朋友呢，就。 即係你入唔到去啦，咁跟住變咗你香港啦，或者係台灣等等嘅朋友咧，咁又唔知喺香港或者台灣當地做唔做嘢好、哦，或者係誒翻唔翻學好咧？咁樣因為你本身預留咗啲資金係去日本留學噶嘛，咁啊，所以呢一個 Corona 咧就搞到大家嘅。 计划就大乱啦，咁啊，好似浪费咗好多时间啦。咁而家咧，日本终于开关啦，咁啊，希望佢唔会再闩翻啦，亦都希望呢个疫症快啲完结咧。咁等呢个旅游签咧都可以开放，咁啊，大家可以重新去日本去旅行啦。如果大家咧，知道今日嘅影片咧，就记得帮我订阅、赞同埋分享出去啦。咁我哋世拜五嘅新闻再,再见啦，就麦得你，拜拜。